十和田国立公園切手の初日カバー十和田、八幡体国立公園は北東北に位置する国立公園。青森県、岩手県、秋田県にまたがり、十和田湖周辺と八幡台周辺の火山群を包括する。1936年2月1日に十和田地区だけが十和田国立公園として、吉野熊野国立公園、富士箱根国立公園、 大仙国立公園と共に指定されたのが始まり。1956年7月10日に八幡平地域が追加されたことにより、現在の東和田八幡平国立公園に改称された。一帯が那須火山帯に含まれており、多種多様の火山が見られるため、火山の博物館の異名を持つ。また、玉川温泉、津田温泉、スカイ温泉、八甲田温泉など温泉地が多い。 また新緑、紅葉の名所としても知られ、訪れる観光客は多い。歴史的経緯もあり、戸和田、八甲田地域と八幡体地域とに大別される。噴気孔や、それによってできた、噴泥など、無数の火山地形が見られる。中でも玉川温泉の北東石や岩手山の、焼け走り溶岩流などは、国の特別天然記念物に指定されている。 十和田湖は二重のカルデラ湖で、オイラ瀬渓流は十和田湖から唯一流れ出る河川となっており、溶岩性の業海岩の侵食が顕著。八甲田山系は南北二軍の火山群からなる雄大な山脈である。かつては八幡平をアスピーテ、八甲田山や駒ヶ岳を小に入れ、焼山をいでなどと呼んでいたが、現在の地理学、地質学では用いられない。 いずれの地域も、落葉広葉樹の宝庫で、ブナ、カツラ、カエデ、トチノキ、ダケカンバなどの植生が見られる。また、標高の高い場所にはハイマツを中心とした、高山植物群落が確認される。タシロダイラなどの湿原地帯には、湿性植物が見られ、火山ガスの蓄積した一帯には、イソツツジなど、火山地帯ならではの流気高原植生が見られる。 八幡体地域では、月のワグマ、カモシカ、タヌキなど、哺乳動物の生息が盛ん。また、大小多数の鳥類が見られる。利用者数は2008年。ありがとうございます。